上腕を分厚くするために解剖学の知識が必要である。皆さんこんにちは、論文で会計チャンネルのお時間です。さあ本日は上腕を10センチ分厚くする科学的トレーニング5選ということで、上腕二頭筋、上腕筋、上腕三頭筋を肥大させるための科学的な5つの種目について深掘りをしていきます。今よりも上腕を分厚くしたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずはトレーニングの種目を解説する前に、毎度のことながら上腕部分の解剖学を分かりやすく端的にお伝えをしていきます。基礎的な知識がないとこれからする話の理解度が大幅に下がってしまいますので、面倒だと思うかもしれませんがお付き合いください。上腕部分を構成している筋肉は大きく分けて3つです。上腕二頭筋、上腕三頭筋、上腕筋です。それぞれの大きさを科学的に示したのがこちらの図になります。上腕二頭筋と上腕筋に関しては、平均的な筋肉の大きさというのは 143.7 立方センチメートルということで、どちらの筋肉もほぼ同様の筋量だと言います。一方で上腕三頭筋、トライセプスは平均的な筋肉のボリューム 372.1 立方センチメートルということで、上腕二頭筋、上腕筋と比較し約 2.5 倍もの筋肉のボリュームを有しています。なんとなく上腕と聞くと腕の前面にある上腕二頭筋をイメージする方が多いですが、実際に上腕を構成している筋肉で最も筋肉のボリュームがあるのが上腕三頭筋ですので、もちろん上腕二頭筋、上腕筋も肥大させることはもちろん重要なんですが、上腕部分の厚みを出したいなら上腕三頭筋のトレーニングもとても重要になります。上腕二頭筋というのはこの筋肉です。名前が示す通り2つの頭を持つ筋肉で、上腕二頭筋長頭、短頭で構成され、上腕の前面に付着しています。上腕二頭筋は肩甲骨から頭骨粗面と呼ばれている肘関節の下の骨までついていまして、肩関節と肘関節をまたいで筋肉が通っていますので、肩関節の屈曲、肘関節の屈曲に強く作用します。また前腕の開外作用も大きな特徴であると言います。開外というのは手のひらを上に向ける動作のことです。そしてこの上腕二頭筋の下に存在しているのが上腕筋です。図で示す通り上腕骨に付着し尺骨まで通っています。作用としては純粋な肘関節の屈曲作用を有しています。断面図を見ていただくと分かるように上腕二頭筋の真下に位置していますので、この上腕筋が肥大することによって上腕二頭筋を表面に持ち上げ、より上腕部分を肥大させることにつながります。ただし作用を見ていただくと分かるように肘関節の屈曲作用は上腕二頭筋と変わりはありません。よく上腕筋を個別でトレーニングするために上腕二頭筋の作用である前腕の開外と逆の開内、もしくは中開で肘関節の屈曲のトレーニングをする方がいらっしゃいますが、解剖学的特徴を見るとわかるように上腕筋も上腕二頭筋と同様に肘関節の屈曲で肥大させることができますので、上腕筋を個別に鍛えるという意識は持つ必要はありません。トレーニング方法に関してはこれから詳細に解説をしていきますが、肘関節の屈曲作用だけを求めて上腕筋を個別にトレーニングしようと思うとかなり効率が悪くなってしまいますので、上腕筋は上腕二頭筋と一緒に鍛えるという意識を持つようにしましょう。では続いて上腕三頭筋です。名前が示す通り3つの頭を持つ筋肉で、上腕三頭筋長頭、内側頭、外側頭があります。長頭は肩甲骨から尺骨まで伸びている筋肉で、肩関節と肘関節をまたいでいますので、肩関節の伸展と肘関節の伸展の2つの作用を持っています。外側頭、内側頭は上腕骨から尺骨までついていまして、肘関節の伸展に作用しています。特に上腕三頭筋、長頭の筋肉は大きく、上腕部分のボリュームに大きく貢献しているのがこの筋肉になります。以上が上腕部分の基礎的な解剖学でした。それではここからは、これら3つの筋肉を肥大させるための科学的なトレーニング種目を5つご紹介していきます。ではまずは上腕二頭筋のトレーニングです。2009年にリオデジャネイロ連邦大学から、様々なダンベルカールにおける肩の位置が上腕二頭筋の収縮に及ぼす影響に関しての調査が行われました。対象は22名の男性で、最低でも1年間の筋力トレーニングを行ったことがある被験者です。ダンベルカール、インクラインダンベルカール、ダンベルプリチャーカールで、どの種目が最も筋活動が見られるのかの分析が行われ、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。
肩関節の角度でフェーズが分けられてデータが出されているんですが、肘関節の角度の広さや負荷の逃げにくさを考慮すると、インクラインダンベルカールが最も上腕二頭筋のトレーニングとして優秀という結果でした。これはインクラインダンベルカールで肩関節の伸展が起こることが理由に挙げられていまして、肩関節の伸展要素を加えることによって上腕二頭筋長頭に伸長刺激が入りますので、これによって筋肥大が引き起こされやすくなるというわけです。これは最新研究でも筋肉の伸長刺激の重要性が謳われていまして、2023年にミナス・ジュライ連邦大学から発表された研究では、19名の被験者を対象にしてこの伸長刺激の重要性に関して詳細な調査が行われています。研究の方法としては、19名の被験者にアームカールを実践してもらって、片方の腕では肘関節屈曲0から68度の間でアームカールを行い、反対の腕では肘関節屈曲68度から最終域までアームカールを週に3回8週間継続して行い、どちらの腕が生理学的横断面積最大出力が向上するのかの分析が行われました。この研究は対象者は少ないですが、同じ対象者でトレーニングの比較を行っていますので、個人差がない、とても信頼性が高い優秀な研究だと言います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、肘関節屈曲68度から最終域まで動かすファイナル ROM グループと比較し、肘関節屈曲0から68度の間で動かすイニシャル ROM グループの方が最大吐き筋力が向上し、なおかつ上腕二頭筋どの長さにおいても生理学的横断面積が向上したという結果でした。0から68度で伸長刺激を加えることによって、アルファ運動ニューロン、つまり運動神経をより復活させますので、最大吐き筋力が向上し、なおかつ筋肉への伸長刺激によって、筋実質への刺激も高まることで、筋肥大率も向上するというのが結論になります。つまり、筋肉の伸長刺激が入りやすいインクラインダンベルカールは、上腕二頭筋を復活させるためには重要な種目というわけです。じゃあインクラインダンベルカールこれだけをやればいいじゃんっていう風に思うかもしれませんが、実は一種目だけのトレーニングでは筋肥大率は低下してしまうことが分かっています。これは2021年にロンドリーナ州立大学から発表された研究で分かっていまして、トレーニング経験がある22名の男性を対象にして、グループ1ではフリーウェイトのカールのみを実践するグループと、グループ2ではフリーウェイト、インクラインカール、プリチャーカールを実践するグループに分けて、トレーニングボリュームを統一した上で、どちらのグループが筋肥大が起こりやすいのかの検証が行われました。結果としては、グループ2の方が筋肉の発達が優位に見られたという結果で、1種目だけではなく、複数の種目が筋肉の刺激を最大化することが分かっているんです。上腕二頭筋の伸長刺激を考慮するとおすすめなのは、インクラインケーブルカールです。これが上腕二頭筋の科学的トレーニング2種目目になります。ケーブルの使用によってダンベルとは違い、負荷が逃げることはありませんので、肩関節の伸展を含めたインクラインケーブルカールがおすすめになります。そして3種目目はマシンプリチャーカールです。これなぜマシンが必要なのかと言いますと、2018年のリーマン大学の研究から、上腕二頭筋はマインドマッスルコネクションを有効活用することによって約2倍ほど筋肥大率に差が生まれることが分かっていまして、マインドマッスルコネクションというのは筋肉を意識しながらトレーニングを行う一つのテクニックです。マインドマッスルコネクション自体は筋肥大率にそこまで有意な変化を与えないことが分かっているんですが、上腕二頭筋自体は力こぶの筋肉で誰でも意識しやすい筋肉の部位ですので、マインドマッスルコネクションが効果的に働き筋肥大率を上げる可能性が示唆されているんです。マシン自体はフリーウェイトとは違い、運動方向が限定されますので、マインドマッスルコネクションを使用しやすくなります。以上が上腕二頭筋を筋肥大させるための科学的種目3選でした。インクラインダンベルカール、インクラインケーブルカール、マシンプリチャーカール。この3種目の組み合わせによって、最速最短で上腕二頭筋を筋肥大させることができます。そして、種目だけではなく、上腕二頭筋の場合は、セット数をより意識することもとても重要です。2014年のリオデジャネイロ連邦大学の研究では、筋トレ未経験者48名を6ヶ月間追跡調査をし、
上腕二頭筋を週に6セット鍛えるのか、18セット鍛えるのか、30セット鍛えるのか、どのセット数が最も筋肥大率が向上するのかの調査が行われました。この結果は想像しやすいかと思いますが、予想以上にセット数による筋肥大率に大幅な差が見られていまして、6セットと30セットを比較すると筋肥大率に約17倍の差があり、18セットと30セットを比較すると約 2.5 倍の差が生まれることが明らかになりました。これは筋トレ経験者を対象にした2018年のニューヨーク市立大学の研究でも同様の結果が出ていまして、上腕二頭筋を対象にした直接的な研究で高セットのトレーニングが筋肥大率を最大化させることが分かっています。なおかつ30セット実施群だと低反応者はいなかったということで、低反応者というのはトレーニングをしても特に筋肥大率が生まれなかった被験者のことを言います。どの研究でも低反応者というのは必ず存在するんですが、6セットのみの実施群では低反応者が 50% 存在し、18セットの実施群では約 35% の被験者が低反応者だったんですが、30セットを実施することによってトレーニング効果が見られない低反応者というのは消失したという結果でした。つまり筋トレ未経験者でも筋トレ中級者でも上級者でも、筋トレをやりすぎて上腕二頭筋の成長が止まってしまった方でも、週に30セット上腕二頭筋の科学的トレーニングを行うことによって確実に上腕二頭筋は肥大するというわけです。つまりインクラインダンベルカール、インクラインケーブルカール、マシンプリチャーカールを合わせて週に30セット以上行うことで、圧倒的な上腕二頭筋の筋肥大を引き起こすことができるというわけです。実際に週に30セットを継続するのはかなり難しいので、自分の筋肉の状態に合わせて実践していただきたいですが、上腕二頭筋は伸長刺激を意識しながらセット数をこなしていただくことで確実に筋肥大を最大化させることができますので、ぜひ実践してみてください。それでは次は上腕三頭筋に関して深掘りをしていきましょう。論文で解決チャンネル。では最後、ここからは上腕三頭筋の科学的なトレーニングです。解剖学の部分でもお伝えしましたが、上腕三頭筋は上腕二頭筋の約 2.5 倍の筋肉のボリュームがありますので、上腕を分厚くするためには欠かせない筋肉になります。上腕三頭筋は内側と外側と、そして長頭がありますが、最も筋肉のボリュームがあるのが上腕三頭筋の長頭ですので、肩関節の伸展、肘関節の伸展の作用を持っている上腕三頭筋長頭を肥大させることで上腕をかなり分厚くすることができます。2018年に聖カロリス病院から、肩関節の角度を変えて肘関節の伸展を行うことによって上腕三頭筋の内側と外側と長頭の筋活動はどう変化するのかの研究が発表されました。研究の方法は至って単純で、こちらの図を見ていただくと分かるように、肩関節の屈曲0度、90度、180度で角度を変えて変化させることでどのような変化が生まれるのかを分析したんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。肩関節屈曲0度、つまり肩の角度を変えないことによって上腕三頭筋内側と外側との筋活動は最大化し、上腕三頭筋長頭の筋活動は最も低く、逆に肩関節屈曲180度、つまり肩を上に上げた状態では上腕三頭筋長頭の筋活動が最大化し、上腕三頭筋内側と外側との筋活動は最も低くなっていたという結果でした。つまり上腕三頭筋の中でも筋肉のボリュームがある長頭をトレーニングするためには、肩関節屈曲180度の状態で伸長刺激を加えながら肩関節の伸展、肘関節伸展の動作をすることが重要になるんです。この伸長刺激と肘関節の伸展だけではなく、肩関節の伸展の要素を加えることができる種目は2つです。オーバーヘッドのダンベルトライセプスエクステンション、オーバーヘッドのケーブルトライセプスエクステンションです。どちらも図を見ていただくと分かるように、肩関節を可能な限り180度にした環境で肩関節の伸展、肘関節の伸展を行うことができますので、上腕三頭筋の長頭に圧倒的な筋収縮を入れることが可能となります。どこの筋肉、どの種目にも言えることですが、今現在の科学では伸長刺激を入れることと関節の可動範囲が大きい種目こそが筋肉に刺激を入れるために必要な要素になっていきますので、この2つを意識しながらトレーニングというのを実践してみてください。
上腕二頭筋のトレーニングとして、インクラインダンベルカール、インクラインケーブルカール、マシンプリチャーカールを取り入れ、上腕三頭筋のトレーニングとして、オーバーヘッドのダンベルトライセプスエクステンション、オーバーヘッドのケーブルトライセプスエクステンションを取り入れる。この5種目を高セット実践することで、上腕部を分厚くすることができますので、ぜひ実践してみてください。論文で解決チャンネル公式 LINE では、YouTube では出さないマニアックな情報や、ためになるまとめ情報などを無料で配信していますので、概要欄からぜひ登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。